食べてください。いただきます。やんの？はい。美味しいですか？うん、美味しいです。このあいつの香りはね、少しもちもちしてるし、あと甘みもあるんですよ。県の方からね、斡旋してもらって、ここは全部今あいつの香りを生産してるんですよ。あ、そうなんですね。うん、すごい美味しいです。なんかもちもちしてる感じ。うん、そういう感じしてるんですよ、ね。はい。もう本当に美味しい。食べやすい。じゃあ天ぷらいただきます。はい、塩もあんだよね。あ、天ぷらの塩はちょっと。これから食べよう。これ何ですか？それはね、菊の花です。食用肉の花です。初めて食べるかも。いただきます。はい。うん、うん、おいしい。そうですか。うん、すごい菊の匂いが。菊の匂いです。これはしめじですか？それはね、ブナスミジって言うやつで、はい、それはここで栽培したやつじゃないんです。ブナスミジ、あ、しいたけやってるんですが、はい、今しいたけちょっと切っちゃったもんだから。あ、そうなんですね。原木しいたけやってるんですが、あ、他は全部ここで、あとは全部こっちですね。あ、そうなんですね。ナスも、はい、大葉も、あとはさつまかな、きゅうりかな、さつまいも、さきゅうりでなかったかぼちゃかな、あ、さつまだね、さつまいもとピーマンですね。全部こちらで栽培してるものですか？はい、ピーマンいただきます。うん、おいしい。すごい青々しくて。春と味では違うんですよね、この天ぷらの材料も。あ、旬のものでやったら、はい。春は山菜ですね。うん、山菜。まずはね、山菜の天ぷら。ごちそうさまでした。はい、どうもありがとうございました。どうも、はい、ありがとうございます。永井さん、この農家そば屋を開設された経緯を教えてください。はい、これはね、ここでそばの生産をして、組合を作って、はい、そして、かなり収穫が多くなったもんだから、消費するために、あるいはそばで地域おこしをするということで、はい、各地区から来てもらうのでね、このまだ空き家もあったし、そういうとこをお借りしてそば屋を始めたんです。すいません、この農家そば屋を始められて良かった点を教えてください。良かった点はね、たくさんあるんですよ、はい、そうですね、もう東京の方からいろいろここさ次に1000人ぐらいの人が来てくるんですよ。あ、そんなにいらっしゃるんですか？うん、1日100人ぐらいの時もあったから。そして町の人とね、いろいろ交流できるってことが、これ一番この地域のためになったんじゃないかなって。そうですね、はい、こういう山の中も見てもらってね、はい、綺麗です。うん、中山間地のいいとこも見てもらって、そしていろいろ方々からいろんな方が来てもらってね、そして蕎麦屋も素人で始まったから、いろんな方に教えてもらえるんですよ。ああ、そうなんですか。お客様に育てられてね、ここまで来たちょっとです。そして地元の雇用にもつながってますね、パートの人らね、はい、あとはこの地元の採れた野菜の販売もできるし、ああ、本当にいろんないいことがあるんですね、うん。今日はどうも本当にありがとうございました。ご苦労様でした。どうもありがとうございました。
字をこれから伸ばしていきますので、はい、はい、道を抜いてください。はい、はい、はい、トマトですね。トマトソース、はい、で生地から出ないように、はい、あとは自分の好きなものを、うん、こう自由に、アレンジしてみてください。野菜は全部こちらで採れたものですか？はい、そうですね、自分の自家産、自分のですね。
最近こう作り始めた野菜なんですが、これもやっぱりアンデスの方が原産なんですけども、こう体にいいということで、こう説明を言いますと、糖尿病にとか成長の働きを良くするとかっていうような野菜なんですけどね。いただきます。ちょっと唐辛子を入れて辛くしてありますので、生でサラダでも大丈夫なんです。あとは、かき揚げとか天ぷらとか、そのような食べ方、全然癖のない野菜なんですけど、これはトマトのゼリー寄せを作ってみました。いただきます。はい、もったいないですね。どうしよう。おいしい。デザートになります、ね、デザートになります。全然、あ、ちゃんとトマトの味がする。そうですか。でも全然トマト、野菜っていうトマトの匂いとか、あ、そうですか、はい、なんか独特のものは全くなくて、私他のこのなんか寒天とかゼリーのあれが好きで、かぼちゃとか春だとこう飲んであるスカンプなんていう野草とか、はい、それを大体こう全部ゼリーで固めてデザートに、はい、これはトマト食べれない人でも絶対食べれます。ありがとうございました。ありがとうございました。この柏木さんと解決された理由を教えてください。うちは山の中の一軒家なものですから、自然の中で採れたての野菜を使った、あまり飛ばない自然の野菜の味を食べていただきたいと思いまして、はい、じゃあこの柏の里を食べていただきたいのをお伺いしたいんですが、そうですね、この柏の里で採れた野菜をね、直接食べてもらったり、このピザの生地をもう自分たちで作ってるんで、そういうものを食べてもらうことが本当に上のかなと思って始めたんですけども、お父さん、お母さん、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。
天つゆ汁って言って、はい、お豆腐を油で炒めて、それからまた野菜も炒めて、寒い時には体が温まりますよね。温まります。これはキノコのご飯です。混ぜご飯。これ玄米ですか？うん、麦がちょっと入ってきます。キノコと、キノコとごぼうと人参と、はい、あと油で、はい、おいしい。メインに、はい、それコロッケね、はい、ここのプロヴァンスオリジナルのピリ辛そばコロッケっていうのです。じゃがいもにそば粉を混ぜて、はい、そしてその真ん中に唐辛子味噌のピリッと辛いお味噌を入れてコロッケにしましたけど、はい、この上のこれがパン粉じゃなくて、はい、そばの二番粉っていうのなんです。二番粉、ちょっと荒っぽいおそばにできないやつ、それをまぶして あげました、うん、食べてみてください。はい、きっとどこにもないと思います。これは誰が考えたんですか？私です。なんでそば粉？あのね、あ、すごい、なんかそう、からし味噌が入ってるから。これからし味噌ですか？はい、そうです。え、中は普通のお芋ですか？なんかちょっと芋とそば、芋の中、潰した芋にそば粉を混ぜてあるの。あ、だからこんなになんかちょっとそろっとしてるんですか？はい、うん、私意外と辛いですね。そう、うん、それがアクセントで、うん、おいしい。それが柿の白あえね。普通白あえってこんにゃくとか人参とかほうれん草とかではみんなやると思うんですけど、実家はほうれん草ですね。はい、でも柿でやってみたらたまたまね、美味しかったの。甘い柿をそうです。そうです。渋柿の方ではなく、渋柿じゃなくて甘柿。これも生ですか、柿は？柿は生です。お豆腐も生っていうか、うん、普通のお豆腐はやっぱすり鉢です。すり鉢にすって。あ、本当だ、おいしい。ね、皆さんなんかそう言って。あ、これはおいしい。喜んで食べてくれます。これはデザートですね。はい、だからこれだけのものでも使ってる野菜とかお米、ね、味噌とか、あの、だいたい8割ぐらいは自家製ですね。ただ調味料とかね、そういうものは、うん、買わなきゃあれなので、まあ、じゃあこれもあれですか？これも青菜で。あ、これ青菜なんですか？はい、で、あえてあるのはごまじゃなくて10年、はい、煮ごま、それをすりおろしたものです。あ、匂いじゃ分からない。ほんとだ、想像してた人全然違うですよね。ごまあいかと思いました。この辺では昔からね、ごまじゃなくて10年っていうか、えごまって言うんでしょうけど、それを食べてたんです。あ、そうなんですか。もともとえごま、えごまを食べてましたね、私らちっちゃい時に。小松菜かな、今日の青菜は、まあ、その時の できてるもので、青菜はね、いろいろ違うんですね。美味、うん、しいです。前も取れたものですね。はい、本当に地産地消なんですね。そうです。はい、そのサラダもそうです。お腹いっぱいです。どうもごちそうさまでした。開かれた理由を教えてください。はい、あの、今スローフードとかって言われて、こう田舎料理が見直されてる時なので、こういう料理を食べさせるお店があってもいいかなと思って、はいはい、始めやってみようかなと思いました。プロヴァンス邸の名前はどこから来てるんですか？はい、皆さんによくそう聞かれるんですけど、ちょっとこう田舎料理に合わない名前かもしれませんが、そんなことはないです。あの、フランス語でプロヴァンスは田舎っていう意味で、南
プロバンス地方っていうのがフランスにあるんですね、はい、そこはすごい田舎なんですけど、はい、すごい観光地でもあり綺麗な地方なので、ここの上三坂もそういう風な花に咲き乱れる新品にしていきたいなってことで、はい、あやかってつけました。それで、はい、つけてみました。このお店始めて一番良かったことは、そうですね、やっぱりあの何か目的があるってこう生き生きして働けることですよね。そうですね、はい、それ皆さん若くていらっしゃるし、それとあのいろんな地域からお客さんが来てくださるので、はい、いろんな方とこう接しられるって元気をもらえるってことがやってよかったかなと思いますね。長山さん、今日は本当にごちそうさまでした。ありがとうございました。